金プリ脱退の3人に囁かれる滝沢秀明氏との合流説、鍵となるのは来春のドームイベントか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。歌い出しから5人は肩を震わせ、大粒の涙がメンバーの方を伝った。5月20日、キングプリンス。 イカキンプリが NHK の音楽番組メニュー101に生出演し、5人揃ってのラストパフォーマンスを行った。ダンスナンバーの1番とデビュー曲シンデレラガールを披露した後、5人がスタジオで歌ったのはファンや関係者への感謝を込めた切ないバラードビューティフルフラワー。こらえきれずに泣きながら歌う平野紫耀、26歳。 と高橋海斗24歳、お神宮寺雄太25歳、と長瀬二24歳が励まし、岸雄太27歳はカメラに背を向けて涙を拭った。ありがとうの言葉で締めくくられた感動的なステージは大きな反響を呼びメンバーにとっても生涯忘れられないステージとなった。 顔をくしゃくしゃにして号泣していた平野さんはこんなに泣くはずじゃなかったと照れながらも最後に感謝の言葉を言えたことで晴れやかな気持ちになれたと言います。ファンサイトに事前にアップされた告知動画の5人には表情が暗いという指摘もあったので、笑顔で追われたことに関係者も安堵していました。テレビ局関係者。5月22日をもって平野と岸、人流児の3人が脱退し、 キンプリは今後、高橋と長瀬の二人体制となる。平野さんと陣十字さんは脱退と同時に事務所を退場し夏に映画の公開を控えている岸さんは9月30日をもって退場することが発表されました。岸さんはブログでも、それまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。簡単と決意を新たにしています前でテレビ局関係者。 退所後の三人の行く先については業界内でも島憶測が飛び交っているが、ここに来てにわかに注目を浴びているのが彼らが慕う滝沢秀明氏、41歳の動向だ。今年3月に滝沢さんが立ち上げた新事務所飛べ、が本格指導し、オーディションで新人を募集しているのです。昨年10月末にジャニーズ事務所を退所した後、 滝沢さんは一般人になったことを強調していましたが、会社を設立した際には色々考えた結果、もう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました、と宣言しました。今、その滝沢さんが水面下で進めているビッグプロジェクトに、ジャニーズを退場した複数のタレントが共鳴しているというのです。芸能リポーター。 オーディションはすでに東京と大阪の2カ所で行われ、同社の公式 YouTube では応募した少年たちがダンスや歌に挑戦する映像が公開されている。審査の雰囲気はさながらジャニーズ JR のオーディション。滝沢さんが社長を務めたジャニーズアイランドの元関係者や JR のダンスを指導していた著名な振付師も参加しているようです。前で芸能リポーター。 生前のジャニー北川社長、当時、カラーと次者に指名された滝沢氏は、ジャニー氏の身近で、タレントの発掘や育成のノウハウ、舞台の演出術,術などを学んできた。JR 時代にもオーディションに同行し、審査員として席に着いたこともある。 滝沢氏が作り上げようとしている新たなエンターテインメントへの関与が注目されているのが5月2日にジャニーズ事務所を退所した名優の三宅健43歳、そして同月25日に退所した JR の7人組、インパクトオーズの面々だ。 オーディションで選ばれた新人に、クワイ,インタクト大勢の7人も名前を変えて、滝沢さんの会社に合流する可能性が指摘されています。滝沢さんには以前からジャニーズの聖地である東京ドームや海外で、スーパー滝沢歌舞伎を行う構想がありました。 新会社でも大阪や福岡など複数のドームを抑え、来春にも所属アーティストのお披露目を兼ねた大規模なイベントを行うのではないかとの話が音楽業界を駆け巡っています。前で芸能リポーター。平野と滝沢が空席を一つ挟んで2016年から3年続けて滝沢歌舞伎に参戦し、かつては滝沢市とユニット。 ケンした G を組んでいた三宅もフリーのみ。キンプリの元メンバーも JR 時代から滝沢氏の指導を受けてきた。騎士の初舞台は JR 時代に出演した滝沢氏主演のミュージカル、新春、滝沢革命、2011年、で、平野も長瀬や高橋と共に滝沢氏が演出する、ジャニーズアイランドに出演している。 3人がグループからの脱退と退場を発表したのは偶然とはいえ滝沢さんが退社してからわずか3日後のこと。独立については事前に相談をしていた可能性はあるでしょうし、滝沢さんの言動が彼らの行動に影響を及ぼしたことは想像に固くありません。今後、平野さんたちが仕事で滝沢さんと絡むことを期待するファンは少なくないでしょう。 前で芸能リポーター、とべ、に、来春ドームイベントを行う予定や、平野たちとの連携について尋ねると、ご指摘いただいたような事実はございません、と否定するが、周囲の期待と機運は高まる。三人と滝沢市には目標が海外進出という共通点もある。 平野さんはデビュー当初から海外での活動はジャニーさんの夢であり僕たちの夢と語り社長が生きているうちに僕らが海外進出した景色を見せたいと語っていました。滝沢さんも長年海外にアーティストを送り出すことを目標に掲げ、アメリカで武者修行させていたトラビスジャパン昨年10月に世界デビューに導いています。一連のジャニー氏に関する性加害問題もあって、 今後も滝沢さんが後継者を名乗ることはないでしょうが、世界で勝負する目標は確実に受け継がれています。レコード会社関係者。2019年10月に横浜アリーナで行われた海外アーティストのコンサートにトラビス・ジャパンが出演した際、平野と滝沢氏は空席を一つ挟んで並んで見学した。 二人の間の席は同年7月に死去したジャニー氏のための場所だったという。5月23日、金プリの公式ホームページから平野と騎士、人竜寺の名前が消え、最後のブログで平野はファンにこう呼びかけた。これからも人生何が起こるかわからないし楽しいことしんどいことも含めて、人生一つ一つつまずいてもゆっくりでもいいから乗り越え、ていこ。 五人は別々の道を歩き始めたが、ビューティフルフラワーで歌われているように素敵な未来が待っているに違いない。米印女性セブン2023年6月8日号。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。